あ、始まったかなー。始まりましたかー。どうでしょう。コメント、あ、コメントの画面。ありますかね。皆さん、あ、ここのチャットってところ<あ>。<laughs> もう、不慣れすぎて。<laughs> すごい、もう、写真で。始まってますかね。音聞こえてますかね。何かリアクションしていただけると。そうですね。嬉非常に、うしかります。<laughs> 閉まってんのかなわからないよ <laughs> 前にねこれこのまま喋ってたら始まってなかったパターン音声も入ってなかったよみたいな感じの時もあったので <laughs> 本当もうボランティアのような気持ちで <laughs> コメントしていただけるとあ,あ、あよかったこんにちるちるりんさん,さんこんにちはるちるじゃあいつもの始めますじゃあ行きましょうか、はい、せーのこんにちるちるはい したらあ聞こえてますよかった良かったありがとうございますちょっと不慣れな人間なものでお二人ともちょっと不慣れなメンツが集まってしまった集まってしまったのであよかったあ聞こえてますルルピさんルピさんですかねこんにちはよかった良かったありがとうございますありがとうございますはいはい今日は今日はですねあ京介さんありがとうございますはいえっと今日はですねえっと 何をやるかというと、はい、予告してあったように「不朽、うん、の名作30選」の発表ということで一足先に、まあ、記事の方は公開されているんですが、はいまあ、それをもとにちょっとまあお話をしていきたいと思います、えーはい、じゃあまず、えー、と自己紹介からいきましょうじゃあぴょんさんどうぞうわー何も考えてなかったんです今日のお昼を あ、今日のお昼ですか？はい、えっと私はあすいません。名前から <laughs> <laughs> はい、私の名前下に出てますけど、月町ぴょんと申します。よろしくお願いします。ますえっとお昼ご飯には作った自分で作ったお弁当を食べました。おすごい、はい、女子力、おからおからがめちゃくちゃいっぱい詰まった。お弁当を <laughs> 食べましたね。健康的な健康的な。なんか肉が入ってなかった。 ですね、今日はでもほらおからはタンパク質だから大丈夫確かにお肉かもしれないいけます <laughs> よかったですただ <laughs> 白米さんは何を食べたんでしょう、はい、あ白米ですよろしくお願いします実は私もですねお昼おからでしたえ <laughs> <laughs> ひじきとおからでした実はやばちょっと装飾風 <laughs> <laughs> 意外と こんなところでシンクロしてしまうとは、うん、ちょっとコストを抑え気味なので、はい、<laughs> じゃあそんな健康志向の2人で今日はお送りしたいと思います <laughs>、はい、あおからですか健康的 <laughs> そうなんですよねそうもうねヘルシーに生きていこうとそうそう胃がもたれちゃうからね実はですねあいらない雑談なんですけど,どうぞ昨日一昨日どっちもラーメンを食べているんです<ー> <laughs> だ,からだからのおからですねなるほど健康的なのかどうか見るようななるほど <laughs> なんかラーメンはね毎日食べるとやっぱやばいっていう、うん、なんかツイートで見ましたけどねいやでも家系ラーメンは万物の病気に引くって <laughs> 風邪ひいたら行、ね、<laughs> ったけって言いますもんねそう,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 そうツイッターで知りましたからこの間、うん、大丈夫だと思いますあコメントハマー 浜千鳥さん、浜千鳥さん、すごいなんか居酒屋みたいな感じのかっこいい、初リアル師匠です。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあそろそろ始めていこうかなと思うんですけれども、はい、えっと皆さん、えっ、ー、と記事の方はご覧いただいてますでしょうか。えっ、ー、と多分4時くらいかなに公開されていたかと思うんですけれども、えっと一応ですね、まあランキングの画像をえっ、ー、と用意してあるんですが、はい、<laughs> ちっちゃい <laughs>。 もう小さ、ね、すぎてこれね用意してこれ意味あんのみたいな <laughs> ねいやもうこれ視力検査だと思って確かに皆さんこうちょっと表紙のテイストでこれはこの作品だってちょっと見分けられるようになったら <laughs> い<や>プロですからちょっとあまりにもちょっと小さすぎてなんかこんな目がこんなもともとちっちゃい目がもっとこうちっちゃくなっちゃう感じが、ねね、あれなんですけれども。 っと今年は小説15選とコミックス15選ということで、合計30選ですね、はいえと、やらせていただきますと、でこのランキング、まあ、これで毎年やっていて、確か、多分ぴょんさんとも何回かあの、YouTube のやりましたよね、そうですね去年、一昨年とと一昨年かな、なんかやった気が。うん なんかね当時はまだ人間を YouTube 上に出してなくて、確かに指人形でやった動画がなんかやりましたねあるんですけどあれも中の人たちが私たちっていう状態ですね。そうですねなので2年ぶりの今度は中の人でやるということですね。あ伊豆さんこんばんはこんばんは浜千代さん見分けられますすごい8割8割わかる姫野さんすごい。 きょうさんもすごいクイズみたいになってしまって新しいクイズみたいになってしまったすごいすごいすごい多分当たってるんだろうな、うんまあ、こうやって名前がポンポンってこう表紙見ただけで分かるっていうのはやっぱ名作だからですよねそうですねならではですね、はいはい ということでですね、えっ、ー、と、はい、この記事の方を、まあ、ちょっと元にしてですね。えっ、ー、と、総括というふうな感じで、ちょっとね、今日はお話ししていきたいかなというふうに思います。はい。はい。 じゃあえっ、ー、と一応ねえっ、ー、と一応ねとかってなんかすごいなん, <laughs> なんかすごいちょっとお友達なんでやばい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 ずっともだから怒ら,怒られちゃう怒られちゃう <laughs> はい一応ですねえっ、ー、とこれのランキングを今ちょっと私手元の PC で見ているので、はい、えっと一応ここで発表しておきたいと思いますあの知らない方もいらっしゃるかもしれないので、はい、えっとまずコミックス編の方ですねえっ、ー、と一位どうしても触れたくない米田原浩先生 おめでとうございまございますはい、そして2位サイズルートには羽ばたかない米田浩先生。で、えー、と3位がエスケープジャーニー, <laughs> えー4位テンカウント、えー、5位が抱かれたい、えー、男第1位に脅されていますですね、はい、えそして6位がブルースカイコンプレックスうん、うん、で、えー、と7位がえー恋愛ルービーの正しい振り方、はい、8位兄ちゃん9位が同級生。 10位それでも優しい恋をするここまでがトップ10ということになりますね。うんうん、はいで、えー、と11位からがですね「えー、コヨーテ,コヨーテザリア先生ですね。はい、で、12位が、えー、これがこれ初めて入るんじゃないですかね「さよならアルファ」。はいで、えー、と13位が「眠り男」と「恋男」うんうん、で、14位「やたもも」はい、で15位が、えー「夜と朝の歌」うんということですね。これがコミックスの、えー、15位までということになっております。はい で、えー、そしてですね、ノベルスの方、小説の方が、え一、ー、位ですね。美しい彼。はい。はい。おお。<laughs> これはもう誰もが知るね。ね小説名作ですね。ですね。はい。で、えっ、ー、と、二位、三位がすごくてですね。えっ、ー、と、はい、パブリックスクールが二位、三位ですね。ああ、本当だ。はい。檻の中の王がに、ええー、そして、群れを出た小鳥が三位。うん,ん,ん,ん、うん。ということですね。で、えっ、ー、と、四位がイエスかノーか、半分か。 これも名作ですね5位が、えーと「美しいカレーの」の、まあ、第2弾ですね、えー、の「憎らしいカレー」これもシリーズでランクインということになります6位がまた「パブリックスクール」おー「8年後の男小鳥」ですね <laughs> で、えー、と7位が、まあ、長期連載シリーズの「デッドロック」8位が「イエスかノーか半分か」の「ですね世界の真ん中」9位も「イエスかノーか半分かの<ー>の」の3の「おうちなありか」<laughs> はい 10位がこれもシリーズのデッドロックの3巻ですね。11位がこれ初めてですか暴君をいおおさすが久しぶりに何かこう去年は去年入ってましたかね去年はなんかあ去年はそうだントさんとのコラボでやってましたね。で12位がデッドロックの2巻ですね。デッドロックシリーズも強いですね。13位が「愛の末を打ちろ」。 14位が、えー、空の大事な旦那様ですね。はい、はい で、えー、と15位が、えー、とイエスかノーか半分かの番外編の横顔と交際になっております。お<ー>ということで、えー、と今一気にちょっと読み上げてしまったんですけれども、まあ、詳しくはですね記事の方で、えー、リストを、まあ、先ほどのねこの真ん中の方にうあの載せたもうめちゃくちゃちっちゃいやつのもっとちゃんと大きい <laughs> 見やすいものを掲載しておりますので、はい、え記事の方をご確認いただければいいかなというふうに思います。はいいお願いします、はい、あなんんかコメントがあ<お>アーデルさん あ、アーデルさん。こんばんは,んばんは。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、なんかチャット欄が賑やかですね。やった,ーよかった。リンさんラーメンは美味しいですからね。<laughs> この時期特に美味しいですね。<laughs> ですね。冬はラーメン。はい,間違い,ないつもラーメンだったこと。<laughs> 一年中ラーメンだ。<laughs> <laughs> あ、リンさん、そうそうたる先生方ですね。大好きなザリア先生は二作品も入っていていいですね。お、おめでとうございます。はい、ということでですね。ぴょんさん。 はいどうですか今年のランキングいやもう有識者としては有識者としてを状態です嘘です嘘ですごめんなさいまあでもすごいやっぱり米田光先生のえっと一位にどっちもですよね去年のランキングでは一位がエスケープジャーニーだったんですよね去年のランキング出しますねはいよいしょはい えっと去年がですね、えっ、ー、とそうですね1位がエスケープジャーニーで、うんうん、えっと2位がどうしても触れたくないですね。うんうん、下逆上が起きたそうですね。<laughs> うん、すごい。結構、うん、去年と比べるとランキングが結構変動していて、まああのおおこれが上がってきたのかっていうのが結構大きかったですね。サイスルトリーとかもね去年10位なのでね。ということでなかなかそうですねやっぱりなんか音 作家さんが強いなっていう感じは今年はしますよね。ねいや、なんか、うん、結構見ていて、うんうん、コミックスはやっぱりなんか3人の先生が3強みたいに五、うんね、三系ですか？みたいな感じになってるなって個人的には感じましたね。なんかあきょんすけさんがさえずる。る 鳥はおおアニメイトで映画 DVD 買いました。お今日見る予定です。おおタイムリーですね。いや映画良かったです。良かったですね。めっちゃ見に行きました。見に行きました。三回すごい。そうなんですよね。そうですね。で米田光先生とえっと原田先生と尾切れ田中先生のこの 三本柱みたいな感じがちょっと今年のランキングはしたんですけど皆さんどうですかねかそうですね、うん、一応なんかその記事で私が注目したのはやっぱりその米田光先生がこうワンツートップというか1位2位独占っていうのは結構すごいかなというふうに思ってるんですけどえと一応表紙を出しますかね、うん、1>, えと1位がこちらですね「どうしても触れたくない」ということでもうこれはもう言わずとしでたですよね。ですね。うん <laughs> だってこれは、ね、映像化もしてますからね,ですね映画もめちゃくちゃ人気が高くて、うんうん、チルチル内の、ね、作品のページでもレビュー結構高そうですよねすごいのがですねあの去年先ほどもちょっと申し上げたんですけれどもあのこの作品は去年は首位ではなかったんですよね1位ではなくて2位ということで残念ながら首位の座を逃してしまったんですけれどもただ、えー、とそれまでがですね実は4連覇。 すごいずっとこう1位にこういて去年だけ残念ながらちょっと1位の座を逃してそしてまたこう返り咲いてるというか王者復活というふうなことでこのやっぱりまた舞い戻ってこれるっていうのはそれだけ、ね、名作の力がすごいのかなっていう印象を受けますよね。そうですね、うん、なんかちょっと こう言ったらもしかしたら違うよって人もいるかもしれないですけど、うん、ちょっと BL の代名詞的な作品でもあるかなって個人的には思ってますね商業 BL の代名詞というかうん、うん、確かに、うん、なんかこう何ですか BL の良さがギュッと詰まってるなーみたいな気がしますよねうん、うんうん、そうですねで2位がさえずる鳥ですよねよいしょほいほい <laughs> こちらです、はい、まあこれもね,ね先ほどもチャットでコメント頂い,いてますけど劇場版もね、はい、大変な反響で,でね大変な大変なもう映画館でこう見ながら「みたいな「こんな,、うん、こんな大音量で聞いていいのかこれを」みたいな感じで <laughs> か<に>なんかもうどういう顔していいか分かんなかったんですけどちょうどこの。 コロナみたいなのが流行り始めたかなくらいの時だったので一応マスクをしていてなので劇場でももう心置きなく口元が緩みまくりみたいなね確かにそういう利点ありましたねそれは良かったその点はすごい良かったかなっていうふうに思ってますけれどもねそう「サイズる鳥」はまだシリーズ続いてますからねですねあと何回かやるんですよね多分続き続きをうん なんていうか物語も佳境にというかこれから二人の,この恋みたいな恋愛面にねちょっともうちょっとこう。 スポットを当てられるんじゃないかなっていう感じになってきましたけどね。いや、楽しみですね。すね原作もどっちも追っていかなきゃ。お金を使おう。うそうですね <laughs> で。ちなみに記事でも少し触れているんですけど。あの、一位、二位を米田先生がこう独占というか、はい。するっていうのは、実はこれ初めてじゃなかったんですよ。調べたら。そう,そうなんですよ。えっ、ー、と、なんとですね。これが2016年にすでに。この。一位、二位、米田工作品というのが。 そういう現象が起きてましてうわその再来ということですねいやもう本当に強いですよねな,、うん、なんだろうそうなんですよでも納得なんだよなっていう,う <laughs> そうですねだから、うん、なんだろうどうしても触れたくないがビギナー向けでもうちょっと踏み込んだ時にサイズでをちょっとお勧めしたいかなっていう確かに感じありますねいきなりなんかしょ初見というかビギナーさんにいきなりこう <laughs> これをどうぞみたいな確かにド、M、のインなんですみたいない <laughs> ちょっとやりにくいけどちょっと慣れてきた頃にもう一歩こうステ,ステップアップ、はい、<laughs> する時にこれどうですかっていうのは結構いいんじゃないかなっていうふうにいい感じにこう階段状にランキングがね、うん、そういう意味でもできてますね。すねはい、っていう感じで、まあ、これもやっぱすごい快挙だなということで米田先生どうも。 おめでとうございまぜひ来でも何かこうね,ねこういうこの米田先生作品をで連覇みたいな確かにねっていうのができたらそれはそれですごいかなというふうに思います。ね、応援しております。はい、で、えー、と記事の方ですと私がですね注目しているのが10、えー、カウントですよね。はい、で、えー、とちょっとこれを。 テンカウントを慣れすぎるな。はいテンカウント。<laughs> はいはい。まあこれもまあシリーズはもう完結している名作ですね。はいはい。でテンカウントをなんで私が注目したのかっていうとこれあの昨年のランキングからこうかなりこう上げているんですよねで<お>えっと去年がですねえっ、ー、と去年9位だったんですね。あそうなんですか。そうなんですよ。で9位からき。 でえっ、ー、と今年でこうぐっと4位に上昇しているということで。えなぜ、うん？そうなんですよね。<laughs> でえっ、ー、と一応最終巻が発売されたのが2018年なんですね。はい。でえっ、ー、とまああとその後。 テレビアニメ化がされるとかっていう話も出てきたりとか一応この「不朽の名作」の集計期間っていうのが一応1月1日からじゃなくてあの8月1日から翌年の7月31日までということなので,、はいなでね、もしかするとその兼ね合いで去年入ってこなかったのかなっていうのはもしかしたらあるかもしれないですね。なのでででで発売されて最終巻巻読読んんからまた投資で読んではっ やっぱりいいわみたいな感じで上がってきた可能性はありますね。いや、でも、なんかもう終わって2年経っちゃってるんだっていう。今、そうなんですね。なんかね、名残惜しいって思いながら。そうなんです。なんだろう、まだ続いてる感がなんかあるんですよね。私の中で生き続けてます。みたいな。実は終わってないんやでみたいな。そういう気持ちで見ちゃいますね。この初演見ると切なくなっちゃいます。私。 いやでもすごいですねその2年経ってるのに、うん、ランキング上昇っていうのもうなんですもうファンの愛が強いっていう,うしかもですねこの「10カウント」そうそう2015年からこの「普及の名作」の企画って始まっててでその2015年のその年から始めて今年初めてこの「10カウント」ってトップ5入りしてるんですよ、ね。へえこういうのも私もこれ記事書くと時こう調べながらえ嘘みたいななんか なんかいつもなんか上の方にいるイメージがあったんですけど意外とトップ5まで入ってくるのは今回が初めてということでしかもランキングを上げてということなのでいいやー素晴らしいですねうこういうのはやっぱり底力というかやっもともとの作品の力があるからこそ再評価されるということですよね。そうですね、うん、ということでディーンさん<あ>それから浜千鳥さんも高井先生。 もうこうね,ねはすぐ反応していただける高井先生の絵のエロさがいいですよね、はい、まあ潔癖症っていうのもなんかね良かったですよね,ね逆にエロいみたいなあそうなんですよそう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 好きねおっそこさんがなんか長いコメントいっぱい映画好きなので映画化した、BL、は全て D D 集めるよておーおすごいすごい えっと原作も集めているので何年かかるかわからないですけどいやすごいこういうファンの方がね支えてるからやっぱり長くね愛されるということもありますよね不及の名作になっていくという感じですかねあしゆきさん今来ましたこんばんちるちるはいテンカウント大好きですやっぱりファン多いですねテンカウントもまあ 進めやすい作品ではありますよね。そうですね。なんかライトさもありつつ、絵もやっぱりすごく綺麗。あの BL 好きじゃない人でも受け入れやすいというか、なんというか綺麗な絵がね、いいですよね。あ、マーさん転換と伏線を残して終わっているからまだ気になります。え、続くかな。でも多分こういう声があると多分もしかしたら何かの機会でね。 ですね、あるかもしれないっていう番外編とかねちょ,ちょっとね胸に秘めといてね、うん、そうですねも,うもし続編が出たらホラー見たことかってドヤ顔してやりましょうよ、うん、<laughs> でも多分先生には伝えた方がいいと思いますね,、うん、すね編集部さんとかね需要ありますよ、うん、待ってますよって声は伝えた方がいいですね,ねはい、はい、でえー、とそれから注目したいのはですね、はい、打開地ですねやっぱりああ あですよはい、はい、もうこれはねアニメ化もされましたからね、はい、いやーもう言うことなしですもん、うん、<laughs> いやーもうタカのあのエンディングのうん、うん、アニメのエンディングのダンスを覚えました私はおすごいちょっと今ちょっと恥ずかしいんでちょっとやらないですけども <laughs> まあでもなんかすごい なんだろう、この世界観をめちゃくちゃいい感じにアニメに落とし込んでくれたなっていう。気がしますね。確かに。うん、まあ、アニメは視聴率もね、すごい良かったみたいですからね。ですね、うん。確かに話題になってましたね。うんうん、そうそう、これコラボカフェとかもありましたもんね。 アニメ放送終わった後にコラボカフェとかあと劇中劇が舞台化されたとか,<あ>か結構その、ね、アニメだけにとどまらず結構、いろいろ派生していろんなこう展開があったということでなので、まあ、そんだけ反響あったんだなということになるんですけどこの、まあ、高市もなんで入れたのかっていうとこれもです、ね、初のトップ10入りということなんですよね。ししかかもも初のトップ10入りでしかも5位 っていいいいいうやややこれなんかこれもなんかトップ10常連みたいな雰囲気でいたら「あれトップ10にいないな」みたいな<ー>調べてて「あれ 嘘みたいな私の記憶おかしいみたいなだろう逆に当たり前すぎて、うん、投,票し投票じゃないなあのポイントを入れない読んでて当たり前だから、うん、みたいなそういう感じだったりするんですかねあそうかもしれないですよね、うん、まあでもやっぱりアニメ化されて再評価っていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思いますねそうなんですよ原作コミックスもう七巻七巻ですっけ、はい なんかこう数えてて「うん?」みたいな「ね、なあれ何巻かなったっけ?」みたいな感じなんですけどもう7巻ということで、ね、ま,あますます、ね、これからの活躍が見逃せない作品ではありますね。ねなんかもう、うん、こ,これで今回もう大団円だブラブすぎやろって思っても、うんうん、なんかもう。 次の巻ではさらにラブラブになって帰ってくるからかあんまりマンネリっぽくならないっていうかすごいラブラブです何か毎回こう巻を重ねるごとに新しい発見があるっていうねなのでそういう意味でもファンの皆さんが飽きないっていう本当に名作シリーズかなというふうに思いますはいおめでとうございますおめでとうございますはいでえとあとですねこれも6位ですね6位はい出た出たブルスカ コラボカフェには毎回行っております。おーすごい。これマジの、ししね、マジのファンがここにいた。いや、ちょっと負ける気しないんで。<laughs> ちょっと負ける気がしないんで。<laughs> やばいやば。やばいやば。<laughs> まあ、それは冗談ですけど、まあ、でも。すごく。いや、もう、なんか。なん、今、何巻でしたっけね。何巻だ,6巻だったかな。六巻。そうかな。六巻だったかな、うん。だったかな。が。もう。なんだろう。 年々何ですかね深みを増していくというかうんなんか一巻目のなんか爽やか青春もの感もすごく好きなんですけどんなんか最近のななんかなんていうんですかもう成熟した感じの夫婦感もありつつキュンもありつつなんかちょっと人生的なねなんか深みと深みしか言ってない <laughs> <laughs> 人生的ななんかこうなんかこうね なんかちょっと BL の外にも響きそうなストーリー展開とかも含めて超名作だなって思いますすそうですね、うん、ちょっと好きすぎて興奮して何言ってるのか分からなくて最初高校生だったわけですよね <laughs> そこから高校を卒業してっていうこのなんていうかもうなんか人生を追っかけてるみたいな感じだから永遠に見ていたいみたいな、ね、大学生のその先も見たいみたいな。 ですねいやもう「ワンピース超えていこう」ってス超えてます。90年の難関みたいなねいやもう本当に,本当にそう死に間際まで見ていたい,いや確かにこれはずっと追っかけたいっていう感じはありますよね人生を見ていたいみたいなそうそうちなみにこの作品もそうですね初のトップ10入りっていうことに「ワンピース超え」って京 y さんが笑っていただいて。<laughs> うん いやもうそれはもう45巻の時のなあのあれだよ夏くんのヘルニアの回は神回だったみたいな感じのことを言いたい確かに、ねね、ヘルニア回神回って言いたいかあれはよかったみたいな <laughs> 確かに確かにそう,そう40代のね、うん、確かに確かに,確かに <laughs> それはなんか <laughs> そういうのなんかありそうだな <laughs> ありそうだなっていう感じの2人なんですよねそそそそう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 、うん、ちなみにこういう番外編も出ましたね はい、出ましたね。インディコブルーこれいや、もう表紙がまず木でい,いやあ。もう本当に、うん、あれですよね。同人誌をえっ、ー、と再編集して、うん、えっと本として出したっていう内容になってるので、うん、番外編集みたいな感じだったと思うんですけど。 もうね同人誌だったのか本当にっていう美しさなのででもこの同人誌のその番外編を読んでさらに本編がよりなんていうかまあまた使っちゃいますけど深みをまたちょっと語彙力がっていう部分もあったのかもしれないですよねんかねそういうより本編の良さを再認識みたいなはもしかしたらあったかもしれないですねねですこれも続きがね はい、どん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 こう待ち遠しいといえば待ち遠しい名作の一つということで初のトップティ入りどうもおめでとうございます。おめでとうございます。で、えっ、ー、とさっきえっ、ー、とピョンさんがはいえっとお話しいただいた兄ちゃんとかもあ原田先生ですね、うん。兄ちゃん去年ない去年入ってたのかなちょっと待ってください、ね。兄ちゃんどう？あ兄ちゃんは去年は入ってないのか。 あ、そうなんですね。トップテンには入ってないですね。大躍進、うん、で、なんかどっかでえー、っとあれどこで？で兄ちゃんってあれなんかどっかで入ってた気がするんだけど。まあでも兄ちゃんって結構最近でしたっけね。うもうなんかいつ出たのかも分かんなくなくってしまったね。<laughs> もうなんか全部去年のことだと思ってるみたいな <laughs> ところあります正直。まあ、まあ、そうなんだ。入ってないんだ。入ってないんですね。 まあ兄ちゃんもやっぱり、まあ、これはちょっとやっぱ人を選ぶ部分も若干ありつつっていうことはありますよね初心者さんに「どうぞ」みたいないやそれはそれは厳しいやっぱりちょっと難しいけど <laughs> やっぱり読んである程度のこう経験値を積んでくるとこう刺さるというか。ですね。うん、うんうん いや兄ちゃんのの出たた時の衝撃、うんまあ、すごかったです、ね、もう原田先生のデビューもかなり衝撃だったんですけど個人的には。うんうん、兄ちゃんもそもそもこのなんか表紙、うん、この表紙もすごいかっこいいじゃないですか。うんうん、まあなんかパッとこう目につくというか、うん、インパクトのあるだって手に取りたくなりますよねこれは。いやもうなんかねこんなおしゃれな日の丸見たことないと思って。うん <laughs> じゃないかもしれなやでもこれはなんか表紙に惹かれて読んだら中身も大変なことになってたみたいなね。本当にでも表紙の通りというか表紙の印象を裏切らないけどばっちり衝撃を与えてくる内容ちょっとネタバレしないようにね言うとそんな感じですよね。そうですねこれは原田先生を好きな方 的にはもうこれぞ原田先生みたいな感じがちょっとあるんじゃないかなと思っています,す、ねうん、あと原田先生のこの兄ちゃんもですしあと桂立田中先生の、はい、えっと恋愛ルビの正しい振り方あれこれ画像が出ないあれれれ<ー>あれれれ <laughs> これはなんだなんだなんだ恋愛ルビいいの正しいってこれ画像ちゃうんか <laughs> JPEG って書いてあるけど ちょっと機械ポンコツ組なんでちょっと出ないかもしれないあるんですよほんは想像で想像で補填してくださいまあでももう皆さんならねここに出さなくてももう目つぶってでも表紙書けるわみたいなもうね恋会えの正しい振り方の表紙なんてこうふんとねできるかなってまあ一応ここにね出てるつもりでこれも大躍進組の一つなんですよねあそうなんですねなんか 全体的にこの前回あんまりトップ10入れなかった人たちっていうかその作品が10位以内にこうググググってこう上がってくるっていうのが今年の特徴の一つなのかなっていうふうに思いますね。そうななんでですよなののさっっき位位位位ていうこの5位以下の部分っていうのが下からこう底上げされてきてるようなまあランキング結果に ななっったかなっていうで、まあ、なんでそうなったのかなって結構いろいろ考えたんですけど、はい、もしかしたら今年のの春先の自粛期間とかがあるのかなっていう<ー>なんかまとまった時間が取れるからうん、うん、シリーズを1作目から最新作まで一気読みしたりとかあなるほど、うん、だからこれを機に、えー、とシリーズ読んでみようみたいな。 何か,か,しかししたたらあっっのかもしれないなっていいてう、うん、忙しい時ってやっぱりなんとなく一、うん、冊完結のやつが BL そもそも多いですけど、うんうん、そっちの方をちょっと先に読んで、うん、まあシリーズものは買ったけど積んどこっかなみたいなそういう人も結構多かったかもしれないですよね。私 <laughs> 私んんんで読んででそうなのでもしかしたらそういうなんていうか家で過ごす選択肢の一つとしてまあシリーズ読んでみようとかもう一回一巻から全部読み直そうとかしかも今外行かなくても電子で全部変えちゃいますからそうでですねなのでそういうのでもしかしたらねあの名作というかシリーズ系がこう一気に上がってきたっていうのはあるかもしれないなというふうにちょっと思いましたね。なるほどう あ、今ちょっとコメントおだいぶ動いてますね。お,おどうだろう。あ、BL の代名詞めっちゃ同意です。ありがとうございます。あ、リンさんが池内部先生とかも完結してからファンからの要望で10年経ってから続編を書くことができましたと言ってました。おあなということは、うん、ということは、はい、やっぱりこのルーピーさんが言ってるようにファンデーター書いた方がいいんですよ。いや、うん、書きましょう。うん、いや、実はインスタグラムで。 昨日かな見た昨日アップしたんですよテレビの,手紙の全然好きだけでも全然いいんですけどねうん、うん、まあでもなんかとりあえず好きを伝える方法がなんかこう私文章あんまうまくないからなっていう理由で送らないんだったら参考にしてほしいかなっていうような投稿をちょっとインスタの方であげたのでちょっとどこにも URL を出せなくて悲しいんですけど <laughs> そう。 ちょっとね気になる方は見ていただけたら嬉しいなと思います。告知が入りました。はい。そしたらえっとテンカちょっとブルスカム大好き。人生を見たいのめっちゃわかるそうですよね。ねやっぱね60代の時のちょっとあの転んで骨折がなかなか治らない回、骨折がなかなか治らない回も中性脂肪がとかねなんかそういう確かに。 そうそうちょっと引っかかっちゃったな人間ドッ毒みたいな確かにありそうピオリ金の検査がとかそういうのなんかリアルなのちょっと見たいそうなんでこんなに健康的な問題の話しかできないんだろうまあでもねそういう感じのなんか苦難とかもね見ていきたいですよねうんおしゃれな日の丸ね兄ちゃんは上級者のビールそうですねそうそうそうなんかこう私たちビール好きな面々でも 読めないっていう人は全然見たことがあります、うんうん、でもやっぱりそれだけなんて言うんですか逆に上級者だからこそめちゃくちゃハマったら強いみたいな感じの作品な気がしますよね、うん、確かに、うん、あとはあ高市はずっと書店にコーナーがあり続けているのがすごい,いそう。本当に目立つとこに置いてありますもんねいま、うん、だに、うん

負けない負けない <laughs> ヘルニアねサザエさん的なお人がたりより<ー>なんだ成長していく作品が好きあなるほど確かにねんなんかこう時系列が進んでいくタイプのねこう一年経過してねそうそうそう確かにね,かにねあの何回クリスマスやってんだよみたいなならないっていうねあ <laughs> のボーメってこんなみたいな <laughs> ねなんかすごいそうなんか おうおうクリスマス何回目かなーみたいな今年は新しいバージョンのクリスマスだなーみたいに <laughs> ならないっていうねそういうちゃんと年を取っていくっていうのも良さがありますよね。それはそれでね何か何回でも彼らのこの年の時のクリスマスが見えるっていう利点もまあなくはないので、うんうんうん、リンさんがあ 家にいる時間があったのでシリーズものあやっぱりそうなんだ私の考察は間違ってなかったここで繋がってくるんですか名探偵がそんなこと何も考えてなかったけどなそうなんだやっぱりそうなんだよかったよかった私の勘違いじゃなくてよかったですみんさんありがとうございますそして次小説ですかそうですね小説に行きたいと思いますえと小説の一位がはいイエイ はい。でで、あ、こっちら <laughs>。こっちらこっちらこっちらこっちここよかったよかった。はい。はい、美しいカレー。はい。もうこれはもうね、CD もすごかったですし、うん、原作もやっぱり圧倒的な人気ですしっていうね。うん,うん。もうこれは小説好きならもうみんな通っているのではっていう名作ですよね。う,ねうん。いやーもう本当に。 缶を追うごとによくなっていくシリーズ作品っていうのが、うん、なんかすごいですよね、うん、やっぱり今までななんて言うんですか一番最初に出た缶が続く予定じゃない作品とかっていうのもあるじゃないですかシリーズものって一で完結の予定だったっていうそうそうそう、うん、でも人気だったからまあじゃあ続けようかなみたいな感じで続いていく作品とかって中にはちょっとなんかこう一巻を超えられないみたいなうんうん、うん とところがあっったりとかっていうのは、まあ、BL に限らずどこの小説も漫画もあると思うんですけどこの美しい彼に関してはもう毎回毎回「ブルスカ」と一緒ですねなんか更新していく感じがあってなんかもうすでに、ね、4巻目まだ発売してないですけど、うん、もう楽しみすぎて。うね、そうですね いやこれもこれ去年が2位だったんですね<あ>美しいからか去年2位で今年堂々の第1位ということでまあ原作から発生していく CD もものすごいヒットしてで今ぎや先生はあれですよね一般小説の方も、ね、あそうですね活躍されていてっていう,うファンにとってはなんかもう。 本当に嬉しいいい展開なななんじゃないかなっていうですね、うん、いや本屋大賞を取った時は「これ見たことかと」と <laughs> これ」みたいな <laughs>、ね、先生の良さ発掘したのは我々やぞそうそうみたいな、ね、そう,そう俺らのぎら先生がなあみたいな <laughs> でかい顔し出すみたいなちなみにえー、と2巻がこれですねうん、うん、2> で2巻の順位がえっ、ー、ともうすぐ忘れちゃうんだな 二巻五位です。おう,うん一位と五位でさすがす美しい彼のシリーズということで、じゃあこれは第三巻もそのうち入るのではっていう期待がありますね。来年はね三巻とも入る可能性は全然ありえす、うん、ありえそうですよね。ねそうですねおめでとうございますおめでとうございます。ます今後の展開も楽しみでで。 はい。で、えっ、ー、とそれから小説が、そうそうそう。これびっくりしましたね。2位、3位、6位がすごいことになってるんですよ。お、うん、これパブリックスクールシリーズですよ。はい。待ってこれどれかわかんない。これだ。<laughs> これだ。これだ。なんかすごい上にあるえ待ってこれどうやって下げんの。わかんない。ほ <laughs> <laughs> らもうポンコツだから。こうだこうだこうだ。おきたきた,来たきた。できた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 。よかったよかった。やったー。はい。 パブリックスクールのシリーズがこれがですねシリーズの中で3つトップ10入りしているんですよね。2> はい、えと第2位が「檻の中の王」うん、で第3位が「群れを出た小鳥」うん、で第6位が「8年後の王と小鳥」ということで、はい、このシリーズがやっぱ強いですね小説は。うんなんだろうやっぱり ファンが多いのかなうどういうことだ別にねあ,のあれですよ嫌とかそういうことじゃなくてどうすごい普通に真剣に、うん、あの名探偵しようとしたんです今、うん、<laughs> どういうことだってこれが1巻でこれが2巻ですねうんはいまあ表紙もやっぱ綺麗ですよね挿絵というかイラストがやっぱり美しいっていうのもあったかもしれないですよね、うん、2> で2巻で3巻と。 はい、いやーもうね、油林堂、うん、あ油林で買ったんですけど。<laughs> どこで買ったかがすぐ分かっちどんどん個人情報が出てくる。<laughs> 本屋のことを油林堂って呼んでるタイプの人間だった。<laughs> まあでも、本屋さんで平積みになってるのを見て、うん、もうなんかこれは、なんだろう、何も考えずに手に持ってたみたいな。うん、いや横先生のやっぱりイラストの魅力、うん、まあ内容ももちろん良かったんですけど。うんうん 直感的にこれを選ばざるを得ないやろうみたいな気持ちにさせてくれるのが本当にすごくて、うんうんまあ、そもそもあれですよねもう条件反射で「おっ」みたいな「あパブリックスクールじゃん顔、ね、<laughs> <laughs> って」いうね内容を見ずとも手に取ってしまうっていうだってもう BL ではもうパブリックスクールっていうのはもう恋が始まる場所っていう、うん。 <laughs> もう当たり前のようにここで恋が始まるんだなっていうのがわかるもう代名詞的な <laughs>、うん、もう舞台になってるわけですからやっぱりこうこのなんていうか貴族というかその血筋とか、うん、あとちょっとまあ 内容的的にこう差別的な部分も出てきたり何か,かそういうなんかこの美しい表紙とは裏腹に結構内容がちょっとシリアスだったりとかそこにこう恋愛要素が絡まってっていう風になってくるのがやっぱりね読んでいてこう読むたびに「う,うん」みたいなグッてなりますよね。ってねうん当に何だろう1巻2巻続けて売ってたと思うんですけどもうね何だろう もう途中で切る気が起きなかったですねん <laughs> なんか、ね、まあ上巻とりあえず読み終えたから寝ようとはならなかった <laughs> <laughs> もう下巻も読まないと確かに一気読みが、うん、まあしやすいというかせなんかせざるを得ない<う>一気読みせざるを得ないですよねいやもう明日のことは考えなかったかあの時みたいな すごいそれなんか10年後くらいのバーで語ってほしいあの時私はみたいな明日のことなんて考えなかった <laughs> みたいな <laughs> 何の話か b l の小説の話みたいなかっこよく言ってるけど b l の小説みたいな若気の至り的な会話したいですね、うんうん、確かに、うん、でもこの「パブリックスクール」シリーズもなんとこれ初ランクイーンですあそうなんですか、はい、なので初ランクイーンで10位以内に3冊っていう<ー>いやすごいですよねいや ねえやっぱりってコメントが、はい、あこの余裕で表紙わかるので大丈夫ですっていうのはこれさっきのポンコツの時の話ですねきっとですね挿 <laughs> 絵が素敵うんうんまとめ読みの傾向確かにありました パブリックも物語も絵もやっぱりこれもまとめ読みする時間があったっていうのももしかしたら大きいかもしれないですねんか私はもう発売当初になんかバッて買っちゃったんですけど <laughs>、うん、そうじゃない人はやっぱりシリーズって手出しづらいですもんねまさか続くとはみたいなさ、うん、確かに <laughs> 続いたら買うんだけどもともと持ってたらみたいな、うん、最初にもう何巻かこうバッと出てるとなんかタイミングがないとうん、うん なかなかね手を出しにくいっていうのはあるかもしれないんですけど、ねうん、確かにそうですねまあだからそういう意味でもなかなか興味深い結果になってますよねですね、うん、でその次がですねこれもなんかすごいんですよねはいえーと「電、はいうん」シリーズですね「維持 <laughs>、はい、可能か半分か」 いやーねー、うん、いやもうこれに関してはあちょっと気持ち悪いオタクの喋り方になってしまうんですけど今日はピョンさんのオタク語りがいっぱい聞ける本当にいやあのいろんな映画を見に行ったりするじゃないですか、うん、最近あの BL のアニメ化とかこの間のさあサイドルじゃないえっ、ー、と 9層の映画とか見に行ったりするじゃないですか絶対に予告編最初に流れる予告編でこれの予告が流れるんですよ映画のもう見るたびに早よ始まれよって気持ちになるんですよね確かに本当にそういう気持ちになってる人が多いからこそもうどんどんランキングインしてるのかなって個人的にはそうですよねアニメ化アニメ映画化するから えと読んでみようかなっていうのとこのコロナのおうち時間っていうのも重なってすごいランキングいっぱい入ってるんじゃないかと、うんね、こちらがですね、えー、と一応あの、まあ、スピンオフとかもありましてこれですよねこちらもランキング入ってるんですけれども一応これ以外にもですねこの「イエスかノーか半分か」のシリーズは、えー、と15位以内になんと今度4作品このスピンオフこれも入れて4作品っていうことでまあこれも。 4作品がこの15位以内に入るっていうのはもうこれ圧倒的でですすすよねですねさが、うん、先生なのでそうだからまあこんだけなんか15冊の中の4冊同シリーズですけどって言われるとやっぱりまあこれ読まなきゃなっていうふうな気になる方もねいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけど確かにまあ多分また年末年始でまとまった。 なんか連休になるみたいな雰囲気がなんかニュースでやってましたので、ね、なんか1月の休みをちょっと伸ばすみたいな、うんうんね、ニュースで言ってましたねなんかそういうこともあったのでぜひそういう時に利用して読んでみるっていうのはいいかもしれないですよね。ですね多分 まだ読んだことない人が読んでいただけるとヒ、うん、ョンさんが多分すごい喜ぶと思いますおたく語りまたしちゃうっていうマーサンイエスか小説がアニメ化するって申請そうなんですよ確かにその通りだいたい今までのアニメ化とか実写化の流れってコミックスが映像化されるっていう流れが多かったですけどうん、うん、その中で小説が来るんだっていうそうですよね、うん いやでも内容的にはもしかしたら何だろうエロっていう感じじゃないのでもっとなんかアニメ化してもいいような作品よくよく考えると小説いっぱいあるかもなって気づきましたよねちょっと確かにうんんか美しい彼も1位だったやつもすごくアニメ化もしかしたら向いてるかもみたいな気もしなくもないような。そのなんていうかま まあ月並みな言葉で言うとまあ心理描写とかその繊細なストーリーとかっていうのをこうそういうふうなところにスポットを当ててまあ描くっていうのはもしかしたら小説の方がこうボリュームが多いのでじっくり たっぷり楽しめる作品は多いかもしれないですよね。そうですね。うん、いやどうですかブルーリンクスさんは<笑><笑>見てないと思うけど <laughs>。<laughs> 見ていただけませんかね。もしかしたらいいかもしれないですよ、うん、という感じですよね,ね。やっていただけないですかね。うん。ぜひお願いしたいですね。小説の方もですね。はい。これもおめでとうございます。おめでとうございます。はい。で、あとやっぱりこれは外せないっていうのがデッドロック。 シリーズですよね。いや、この間ディックさんがお誕生日だったんですよ。うん、お,おめでとうございます。10月の23日だったと。なんかすごいオタクだ。<laughs> <laughs> すごい、ここにもなんか。いや、あのー、あれですよ。ツイッターで。えっと、十月23日ぐらいに。うん、あのー、今日お誕生日の人は誰ですみたいな。あ、いや、なんかディックさんの。あ、てか、なんだっけ、デッドロックディックみたいな感じで、検索したんですよ。ツイッターを。<laughs> そしたらすっごいいいろんな人が祭壇とか作っててえすごいイラストとかあげたりとかしてていいや皆さんちょっと今検索してもいいですよ <laughs> ちょっと動画としてもいい,いちょっと調べて,もう調べてくださいもうなんかかなり何、えっと、て言うんですかシリーズとしてもすごく人気がもちろんあるし,、うん、長,いし長いというか長編としてすごくストーリーがしっかりしてるなっていう作品でもあるんですけど。 かなりファンの熱量が高い作品なんじゃないかなってえ,え、すごいそうすごいんですよえーすごいなこれはなんか、うん、おめでとうございますみたいなお誕生日に寄せてのコメントとか、うん、イラストとかがなんかすごいいっぱい、うん そうなんですよだからなんか私の知らないところでアニメ化してたっけって思って <laughs> 実は <laughs> そうそうなんか熱量がそのぐらいなんかこう有名な作品なんじゃないかと<ー>あの有名なんですけどすなんかこうすごいなんか地上波で流れてたんじゃないかっていうぐらいなんかこう話題に上がってるのが、うん、いやこれはすごいな、うん、すごいですいやこれ私衝撃受けたんですけどこれ1巻発売してからもう15年くらい経ってるんですよね中学生なんですか <laughs> そ,うその時生まれた子はもう中学生くらいになっているっていうあ、かだからこの15年たっててうん、うん、まさにこの「愛」がすごいというかうん、うん、こうやってお誕生日にお祝いコメントがたくさん集まったりとかイラストがこうやって上がってくるってすごいやっぱシリーズとして。 人気ですね、大体長く続いていくとうん、うん、やっぱちょっと離れていっちゃう人もいたりとか,か、まあ、あと中にはこう展開がちょっと何て言うか単調になってきちゃうかなっていう作品も中にはあったりすると思うんですけどうん、うん、そういうのが全くないというか、うん、だからこそこんな。 10年以上もずっと続いていて今でもこうやってツイッターでお祭りみたいになってるってことですよねそうですね、うん、いやもうなんか続刊が出るたびにね、うん、盛り上がる作品ですよねやっぱり、うん、すごくやっぱり名作なんだなってうん、うん、も私も好きですし皆さんの愛も深い作品になってると思います、うんうん、いやこれもすごいおめでとうございますおめでとうございます,ういますそうですねなのでまあ やっぱり全体的に小説は見ていくとシリーズがやっぱすごい強かったなっていう印象がやっぱりありますよね。うんうんうん、ですね、うん、なので多たそうただやっぱり時間がないっていうのがさっきからも言ってるけどネックになっちゃうのでぜひ今年はまあチャンスの年なんじゃないかなっていう,うん、うん、そうですね、うん、そういう意味で考えたらかなりポジティブに、ね、そうですね、うん、い,けるいけるんじゃないかなと思います。うんうん、ちなみに えーとこれ記事の方で小説の方の傾向をですねまあシリーズが多いっていうことが1点挙げてるのとあとあのストーリー面でいうと全部のこう作品にこう切ないタグがついてるっていうちるちるの詳細検索でやると作品に全部切ないタグがついてるっていうのですねあの記者のいくらさんがあのやっていただいたんですけれども調べていただいて。はい であとはそうですねあ受けの属性がえっと強気とけなげが二強みたいな強気受けとけなげ受けが強いっていうえ結構なんかこうあれですよね全然違いますもんね強気とけなげってなんかこうセクシーなのキューとなのどっちが好きなのみたいなね全然なんかタイプが違うからなんだろう どういういことなんだろう,うんなぜだ, <laughs> うだから大体なんかチェルチェルの人気で見ていくとやっぱけなげ受けがすごい強いというかんかいつでも支持されてる属性かなっていうのがあるんですけどそこにこう強気受けが加わって。 こう、二大勢力みたいな、<ー>二大派閥みたいになってるっていうのは、<laughs> これはこれで興味深いですね。だから、なんかコミックスとやっぱりちょっと違う感じしますよね。確かに、コミックスはなんかこう、まあ、あの、サイズルじゃないですけど、インナーウンケがあったりとか。うんうん、まあ、けなげ属性もありとか、うんうん、いろいろ結構こう。バラバラになるというか、そんなにこう、うんうん、二大勢力みたいにはならない気がするんですけど。小説だと、こう、きっちりこう、分かれてくる話も切なくて。 でつえー、と強き受けかけなげ受けが強いっていうなんか傾向として結構こうしっかり分かれてくるんだなっていうのが印象的ですね。うんうんうん、確かにうん、うん、でもなんかこう、えー、と小説そのけなげと強き、うん、どっちも人気だけど、うん、一つ共通点だなって個人的に<っ>個人的な見解ですよっ思ってるのはどっちも結構目持ち硬い気がするんですよね。<ー>なんか小説は あのそれこそやっぱコミックスはインラン受けとかそういうのも結構いっぱいあるんですけど,ど簡単にまた開かないタイプってことですねそうそうそうなんか純情うんそういう属性がチルチルに登録されてなかった気がするんですけどうんまあなんかどっちにせよあんまり性に なんかこう,う詳しくないというかちょっと恥ずかしがり屋さんみたいな人がそんなに最初から積極的ではないってことですよねそうそうそうなんかそっちの傾向多いなっていう個人的な感覚的には思ってますうんうん、うん、そうかもしれないですね,ねなんかこう初エッチめっちゃ恥ずかしがってそういうイメージーかわいい <laughs> かわいい、うん、好きそうですねそうですね とということでです、ね、なんかなかなかこうコミックスの方も小説の方も今年の傾向は結構面白いことになったなっていう去年と比べると差が歴然とするというかうん、うん、なので私もこうランキング見ながらあこんなに1年で変わってくるんだなっていう毎年まあ新鮮な気持ちでこのランキング見てるんですけどうん、うん、まあ去年結構驚いた展開になって。 で、で今年もなんかまた驚きの展開になりっていうことなので、うんうん、なんかこうすごいある意味ドラマティックな展開になってるなっていう感じはしましたね。はい。いやセクシーもキュートもどっちも好きです。い<あ>やだノリがいいなノリがいいな、うん、チルチルの視聴者は強気受け大好きです。あ強気受け強気受けか。<laughs> そう、強気。やばい<強>やばいやばいやばい。やばいやばい。やばい,やばい,いや、次はガチムチが来る。<laughs> いや、次の小説界を牛耳るのはガチムチですよ。ガチムチ筋肉受けか。いや、でも、すごい好きです。うん、本当に。でも確かに、今ふと思ったけど、小説やっぱりガチムチ筋肉系って、そんなに。<laughs> あんまりないですね。やっぱ、表現がやっぱり、漫画の方が向いてるんですかね。うん、どうなんですかね。でも。 あちょっと待って名前先生の名前をちょっと今失念してしまって、まあ、ちょっと今説明できるかな<え>なんとかさんえー、っとねもう何も使わらないが <laughs> なんとかさんはちょっとだってガチ道系表現文章ってもう私が語彙力ないだけだと思うんですけど難しくないですかなんかなんかパンと張りのある胸板とかちょっとあれ検索できるかっ <laughs> でもそういうふうにしか私は語彙力がないから表現ができない いやーなんかいらっしゃるんですよガチムチ受けしか書かない小説家の、えー、先生すごいそれちょっと気になるから後でちょっと教えてほしいあわ分かったえっ、ー、とね七川,まことあ七川琴先生かなちょっと読み方違ったら申し訳ないんですけどすえっと七七つのの川川に鉄筋の金でことかな七<川>うん私これ川ってこれで三本普通の三本川です,、うん、川ですあ 七川琴先生。七川琴先生、そっちが違った。あ, <laughs> あ、すごい、本当に筋肉だ。いや、調べてみてください皆さん。あの七川琴、琴、琴。え、これ今出せるかな。ちょっと。あ、出せるかもしれない。ちょっと待ってください、ね、七川琴先生っていう先生が小説会でひたすらガチムチ受けしか書いて書いてないんですよ。もうなんかポリシーかのようにわかんないんですけど、うもうかなりか。 ガチムチ受け好きだったら上に出てますね今デッドロックを消してデッドロックを消しのあなんか上にもなんかちっちゃちっちゃこちすぎる来た来た来た岡田来た来た発生してこんななんか随分脱線してしまったそうそうあでも七あちう川先生がえっと このめっちゃインパクトすごいじゃないですかこの表紙と何ですかこのガテン系っぽい感じの受けでもしかしたらちょっとえこれ無理かもみたいな人がもしかしたらいるかもしれないんですけど、うん、ちょっと読んでみてほしいんですよえだってすごいもう「ガチムチ受けって書いてあるし「うん、うん、ええ僕」太い「太いお注射してください」<laughs> やば読み上げんのすごい。<laughs> いやでも。で内容ももしかしたらあのちょっとんていうんですか男性の生理物っていうかあのちょっともしかしたら苦手な方いるかもしれないですけどでもそれを超えるぐらいめちゃくちゃ医療舞踊者とかすごくて。へえいやもうなんかアホエロっぽいテンションな表紙の割に割にっていうとあれですけどなのに。 内容めっちゃしっかりしてるんですよ。でガチムチ受けも全然可愛く感じるっていう不思議な作品なので、あこれ全然関係ない話しちゃって申し訳ない。そうそうそう。まあでもめっちゃいいですよ。えー、すごいなんかあリンさんなんかすみません。いやいやいいんですよ。いいんですよ。<laughs> 私が間違えただけです。いや今日今日のねビ MVP だったから。<laughs> 先生のツイッターアイコンがすごいだろう。あとちょっと見てみよう何だったかなフォローしてんのに忘れちゃったや後でちょっと探してみましょう見ましょう皆さんということでなんかすごい脱線してしまったこれは良くないこういうのは良くないどうですかお時間的にもうあれなんですかちょうどいい感じですかねもうすぐ七時ですねなんだだこんなグダグダしてポンコツして一時間が経ってしまった いや、<Yeah. S 2> <laughs> 楽しい。<laughs> よかった。今日はなんかチャットも皆さん本当にたくさんコメントしていただいて盛り上がりましたね。うんうん、やっぱ。 やっぱブルースカイコンプレックスは90巻の <laughs> 90巻の <laughs> いや90巻は一緒にお墓を買うか,やかあやばいやばいやばい <laughs> そこまで行くんだそうそう樹,樹木葬にするかお墓を買うか海にまこうかみたいなロッカー式の赤坂とかにあるこうエレベーターでこう上がってくるやつにするかそすいう <laughs> ちょっとねハイテクに行こうかなって <laughs> <laughs> あきょうさん七川先生のですサン<あ>サン が、あみたいつは、え、やば、どういう状況?。やばいな、すごいな。え、やっぱめっちゃ面白いんで。ちょっと、後で、見ようと思います。私もちょっと読んでみます。これ。はい、はい、参考になりました。ありがとうございます。よかったです。じゃ、あ今日はこんな感じで、はい、お開きですかね。はい、楽しかったです。はい、お付き合いくださいまして、ありがとうございましたまた、来年の普及の名作も。 ぜひ楽しみにしていただければと思います。思います。はい。じゃあお別れの挨拶をしますか。はい。しましょう。はい。せーの。なんだっけ。待ってなんだっけ。バイチルですよ。バイチル。やばいやばい。やばいやばい。やります。すいません。すいません。ぐたぐた。はいはい。せーの。バイチル。効果。こっち来て合ってんのかな。わかんない。 <laughs> さらば、はい。はい、さらば <laughs> <laughs> 切ら。切れてんのかしら切れてんのかしら